なんかね、にわかにスタートしておる感じなんですが、あ、始まってるんですね。そうなんですよ。このトムテという、今日は公開、ヒルジャズクラブ、毎回、恒例なので、はいはい、あ、一応ね15分からスタートなんですけど、はい、多分延々とやり続けることになりそうなのでなんか先取りしてスタートしておうかなと思ってます。ランチタイムにほっと一息、心のアシス、ヒルジャズクラブ。これはこっち側なんですね。あ、なるほど、反転しちゃうのですよ、ここで。そういうことか。はい、なんか変な感じでしょ。でもこれインスタのね、あの一つ大事なことなんですね。ランチタイムにほっと一息、心のアシス、ヒルジャズクラブ。ちょっと早いんですけどスタートしてしまいたいなと思います。今日は泉区は仙台市泉ヶ岳のふもとにあります、はい、ブック&カフェでいいんでしたっけ、としこさん、はい、合ってますか。ブック&カフェ、あ、ブックスタジオです、ね、ブックスタジオ、はいはい、トムテさんに来ております。もうここは、なかなかの広大な敷地、はい、ね、あのの中で、ね、いろんな植物が、いやいや本当に、ね、緑が、いろんな緑があって、ね、ご近所さんってどこにいんのっていうぐらいのご近所ってなんだみたいなぐらいの、敷地の広さなんですけども、今日のヒルジャズクラブはですね、和太鼓の三浦幸喜さんに、はい、よろしくお願いします。していただきました。あ、ありがとうございます。三浦と申します。いいですね、こうやってそのやっぱり公開ライブだとお客様がいらっしゃるじゃないですか、はい、いつも私自分のスタジオで、シーンとした中でやっているという反応があるのがやっぱ嬉しいですよね。そうなんですよね、はいはい、でもね、インスタってこの、あの、楽しみにしてましたとか、こんにちは、始めましたとかってね、こうやってなんかわーってハート出てきたりとかって、そういうなんか楽しみがあったりとかしてるので、30分程度の番組でございますが、そうなんです。なんかでも今秋休み中だね。秋休み中っていうか、なんかこうシルバーウィークの間っていう感じだから、あ、そうですね、ね、はい、あのちょっとホッとできる。また緊急事態宣言も解除されたの で、はい、そうですね、少しあの緩くなってきてるかなというね、うん、感じもいたしますけれども、まず三浦幸喜さんという、はいはい、方のプロフィールをですね、見てちゃうと、急に壁が見えましたね。という方のプロフィールを見てちょっと、はい、というかもともと大崎市出身なの。そうです、大崎市古川です、僕、ね、はい、そうなんですね。私、小又町が三郷町なので、で、まあ、私ね、全然和太鼓のことを、はいはい、まあ、知らないって言っても三郷町って和太鼓が盛んなので、小川さんが有名で、ね、そうですよね、はい、なのでなんとなくはこう、あの、見たこともあるし触れたことはあるんだけれども、はい、というところで、まずその三浦さんがなぜ和太鼓をやろうと思ったのかは、はい、そうなんですよね。僕、あの、大崎市古川のさらに言うと高倉っていう昔村だったところなんですけどね、うん、そこ、まあ、本当に、ここには負けますけども、田んぼをたまに人ん家みたいなところに僕も住んでて、農家の息子なんです僕。それで、その時に、あの、小学校の時に習い事で始めたのがスタートなんです。そんなにその高倉地区ではそのなんていうの、和太鼓っていうかが盛んだった？あのですね、ちょうどその頃、あの、宝くじの助成金で、うんうんうん、そのばらまきでですね、太鼓をみんなこういろんなところで買いましょう、太鼓団体を作りましょうみたいなのがあって、そんで一気に宮城県の太鼓人口がボーンって上がるんですよ。たまたまその時期で僕が、で、その時に高倉っていう場所にも太鼓が購入されて、うん、宝くじの助成金、それでその購入されたからには太鼓チームを作ろうということで太鼓チームを作るんですけども、うん、要はお年寄りから、はいはい、キッズたちまでできるってことで、みんなが触れるものっていうことで始めて、で最初僕ね、全く興味なかったに近いんですね。ですが僕のお父さんがやりたい、和太鼓やりたいなって見に行ったら子供しかいなくて、その時に、ね、お前もやれって言われて、お前の出番だって言われて、で、まあ、目立つこととかなんかそういうこともちょっと好きで、うんうんうん、ちょっとやんちゃで、うん、だったんで、目立つことわかります、やんちゃで始めたっていう、だから最初は
あのやらされたっていう感覚です僕は。へえ、でもそのまあ太鼓買いましょうはいいとして、はいはい、指導者がいないと広がらないですよね。そうなんです。それで、うん、その時たまたま雷鳴太鼓さんっていう、うん、薬雷さんの方に、構えているチームがありまして、うんうん、そこの方を呼んで、うん、その方に最初教えていただいてました。そっか、そこから始めて、そのプロフィールがもうすごすぎて、いろんなその太鼓、和太鼓ユニットをされてたんですね。仙来とか私も知ってる。あ、ありがとうございます。知ってるっていうか、ね、グレーとかと一緒に。そうです、グレーさんが2014年にエキスポを東北に震災の絡みでその復興っていうことで来てくださった時に、うん、何曲か2曲登場させていただいて、DVD に一応映ってます。どうなの、そのグレイと一緒にやるとかってどういうか、もう完全にミーハーですよ。いや、もう本当に未だに夢だったんじゃないかって思いますよね。そして僕らが聴いていたような、うん、その時やったのは I'm in Love っていう、うん、はい、曲の中に東北の太鼓打ち、震災の被害に遭ったような親友さんも含めて、その時の事務所でね、呼んで100人太鼓って言って、ステージにみんな上がって太鼓を打ってっていうことをやったりとかして、なんかすごいやっぱりゾワゾワしましたよね。すごいね。そう、感動っていうだけじゃなくて、なんかエネルギーっていうか力は感じました、本当に。すごい。そしてね、なんかね、びっくりするような経歴すぎて、ぜひネットでググってくださいなんですけど、本当すごいですね。AKB48 とかね、共演したことの浅野翔さんとかもそうですけど ね、 ね、はい、いやすごいですね。そしてシェイクスピアのミュージカルにも、はい、これ堂本光一さんとかが、はい、そうなんです。いや、これ待って、大崎市ですよね。大崎市ですよ。古川の高倉っていうところで、ね、そうですよね。人も住んでないか住んでないか分からないこの人、たまに人の木っていうところですよ。いや、でもこれやっぱり僕そのずっと事務所にいさせてもらってて、その拠点だったのも三里町だったんですよ。いや、三里町にね、すごいやっぱり音楽家というか、はい、作曲家さんですよね。そうですね、今ね、はい、プロデュースとかしてるんですけど。そうなんですよ、方がいらして、はい、その方のお通じて私も三浦さんに初めてお会いした時はなんかね、スーツっぽい感じでビシッとどうもこんにちはっていう感じ。そうでした。そうですよ。だからなんか会社って言ってると思って。確かに、そうですね。そうそう、すごくこうちゃんとしてらして、その時はね、なんかね、プラネタリウムを使って、はい、何かその演奏とのコラボができないかっていうことを大崎市でやりたいって言ったんですけれどもね、なんかいい話だったんですけども、はい、ははってなんか流れてしまったので、ね、なんですが、その時に初めてお会いして、はい、あ、なんて素敵な好青年であり、でもなんか太鼓叩くらしいっていうぐらいだったんですが、いや、そんなことないです。でも本当にそのやっぱり会社として、うん、やっぱり宮城県からずっと発信をしようということでやっていたので、震災のこともあってですけども、うんうん、そういうこう動きやすい環境にいて、いろんなところに出させていただいて。いや、それがこの、はい、ね、いやすごいですね。もうバーって言っていいですか。はい、2002年かな、ニューヨーク同時多発テロの追悼公演って、これニューヨークに行ったってことですか。はい、そうです。もう厳戒態勢の中だったんですけど、だからいろんな本当にチェックが今みたいなんじゃなくて、もう全部脱いでくださいみたいな感じの時に、もしかしたらその飛行機が狙われているかもしれませんみたいな、はい、状況下でしたね。すごい、それでも行ったのもすごいですよね。はい、で2006年はインドネシアバリアートフェスティバル招待公演とかって、もしかしてガムランとか。あ、そうです、はい、一緒にやらせていただいて、共演したんですか。はい、もう何でもありですね、もうね。いやーね、なんかその時はイケイケだったんでしょうね。いやー、すごいですね。そして三里町が多分そのミネソタ州ウイノナとその姉妹都市っていうこともあって、そちらでも公演してって言って、はい、もうその後もうわー、大崎市の出身ですよね。すごいですね。台湾公演、韓国公演などなど、アメリカツアーまで行ってんですよ。カってすごいですよね。で、何よりやっぱり私、そのもうとにかく三浦さんびっくりしちゃったのは、その私も所属している仙台ミュージックゴーラウンドっていう、そのコロナ禍にその
ミュージシャンたちただふさぎ込んでるだけじゃなくて、どんどん配信とかをして、うん、活動を広めていこうという活動の中で、大きいコンサートホールでね、はい、コンサートをやったんです、はい、やったんですって言って私出演してないんですけどそうなんですね、はい、そうなんですけど、その時の演奏に混ざってくださっていて、はい、三浦さん、そして今日ご覧いただいてなぜか観客として来てるソニオさんとかも、ね、素晴らしいライブで、私も本当に涙流しながらね、ソニドさんのライブとかって、いやもう本当に素晴らしくて、僕その時初めて、うん、ソニドさんの楽曲だったりとかちゃんとマジと見るんですけど、リハーサルの時に聞こえてきて、で、あれなんだろう、このなんかすごく心に馴染む曲はって言って、わざわざ見に行って、でそのリハーサルで、そこまでさせるってちょっとないよね。本当になんか、だから普通なんか自分の出演者だと、そのなんかこうパフォーマンスちゃんと保つためにって言って他のやつそんなに見に行かないんですけど、はい、ありゃ見に行くわなって感じですよね。すごいやっぱちゃんと確立した世界観で、なんかやっぱりその自分の過去とか未来とかとこう照らし合わせてくれるような感覚があって、なんかもうざわざわするね。あれ、俺もしかしたら縄文に今生きてるからねみたいな、なんかそういう感覚になるっていうか、なんかね、なんかその時間軸みたいなのもなんかこう関係ない感じでね。そうそうそう、はい、本当にそれ感激して、でよく一緒に演奏してるパーカッショニストの斉藤さんとモダンバレーも一緒にやられてとのコラボで、あ、そうでしたね、そうですね、あんなのよく考えるなと思って、私は指をくわえながらね、ちっちゃい画面でうーって見てたんですけど、ね、で三浦さんも、はい、いやもうソロ太鼓みたいなのガンガンに、いやそうなんです、最初その時は林さんっていうサックスプレイヤーの方にお誘いいただいてやったんですけども、うんうん、ソロできますかって言われて、あ5分ぐらいかなと思ったら、ね、じゃあ15分ぐらいとかいやだから鬼だよね、そういうのジャズマンってさ本当なんだよね、はい、なので、まあ、太鼓とあと鳴り物って言って僕チャッパってやってるんですけど、ね、っていうのをいろんなこう楽器使ってその時はやらせていただいたんですけども、あとは DJ の方、尺八の方とっていうことでコラボ、ベース、ドラム、ピアノとかっていう感じでしたね。すごいね、なんかもうほんと全てのエンターテインメント仙台から発信していけるっていうぐらいの内容の濃さで、今も見れるのかな、どうなんだろう、そのミュージックゴーラウンドの音楽祭、仙台ミュージックゴーラウンドで検索すると多分ものすごいクオリティの高い映像でね、なんか泣いちゃうみたいなのがあるんですよ。ここまで話したらなんか吹きましょうかね。そうですね、一応、インスタライブ楽器もせっかくいっぱい持ってきてくださって、私も楽器持ってきてるので、言ってる間にもう22分とかですね、あとなもうあっという間に持ってきますね。そうそうね、分かってきますよね。で、いっぱいコメントをいただいているので、福島から見てます、本日は暑いですねとか楽しみにしてますとか、横浜からですって、いやーすごいですね、見てますとかって、今いっぱいコメントも、そうなんですよ、そうそう、たくさんくださって、これがまたインスタライブの面白いところですね。そうなんです。では、約束してきたので、サックス、アルトサックスといえばこの曲だよね、という、なんで棒読みなんでしょう、この曲だよねというとテイク5を演奏したいと思います。ちょっと一瞬 BGM 下げてもらえると嬉しいです。入ってます、大丈夫です。
言われるのは、うんうん、民謡はずっと2分の2で進行していくようなことが多いって言われていて、なのでその中でいろんなリズム構成があったりはするんですけども、うんうん、で特殊なものもあります。急になんか4分の1みたいなのが出てきて、うんうん、で次に行くみたいなのもあるんですけども、うんうん、普通はその奇数はないです。はあ、そうですね。4分の5とか よくキープしましたね。だとすると、ね、いやいや僕多分たまに6とかになってるような気がするんですけど、いやでもなんかそのぐらい6とかはあるんですけど、うんうんうん、やっぱその5っていう回しは確かにねすごい勉強になりますし、はい、
ロック、まあ、アフリカの音楽とかはなんかロックっぽいもの、アフロキューバンとかね、あの、ロック拍子っぽいものとかもあるんですけど、はい、でもやっぱり基本的には1、2、3、そうです、もうやっぱり数えられるものっていうのが多いし、うんうん、で創作のやっぱり中で太鼓の可能性をっていうことで和太鼓だけで音楽を作るって言った時に、うん、そういうまあ先輩方が4分の5拍子だったりとか、うん、8分の7拍子とかっていうリズムを作ったりとかして、今実際にね、なんか名曲になったりとかしている曲もありますね、うんうんうん、なるほど、そっか、もともとこうつつ、長くこう受け継がれている楽曲っていうものもありながら、そうです、そうです、はい、あのこの太鼓、創作太鼓って言われるものになったのって、うんうん、多分ここ50年ぐらいなんです、うんうん、で、いろんな諸説、まあ、いろいろあるんですけども、うん、最初にあの長野の小口大八先生とお諏訪太鼓さんがあのその組太鼓って言って、諏訪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 、で、組太鼓って言って要はこういう太鼓のセットだったりとかを使って、その音楽だけで、あ、太鼓だけで音楽を表現するっていうことをやり始めたのがお諏訪太鼓さんじゃないかって言われていて、だってそれこそドンで終わってしまうところで、でも今この今日三浦さんが持ってきてくださっただけでも3つ種類があるわけですよ ね、はい、そうですね、これって何かもちろんそのまあ大きい、これ締め太鼓、そうです、これは桶太鼓っていう、桶太鼓、はい、で、まあ胴体が桶状なので木をこう並べて樽ですよね、樽を作って、でそこに皮を張って紐でテンションを変えてるんですね。なので一応紐を締めれば、うん、でチューニングができる、なんか確かにその三浦さんここにセッティングした後になんか工具みたいなのを、はい、あ、そうです、そうです、持ってきてねこの締め太鼓もそうですね、はい、これも、うん、とこの締めたい圧がこの紐じゃ締められないぐらい締めたいのでここが鉄になってるんですね。なのでこれはかつては違かったんでしょうね、きっとね、これはあの紐で締めてました。で毎回締め上げって言って今もそうなんですけども、締め上げってちょっとなんかそうなんですよすごい名前、2人になって2人で締め上げられて2人に締め上げられてカンカンになって、なんでこう高音が鳴るっていうのと、ここのリング、うんうん、ここのボコってなってる部分が、はいはいはい、もう要は曲がらない鉄の硬いのが入っていて、だからテンションかけられると。でこれがよく見る、まあ、秒打ちのこれは平太鼓って言って浅いものなんですけども、うん、あのこれはこの飾りみたいなもの、ここに木が、木っていうか鉄が入ってて、はいはい、こっちとこっちのテンションかけて職人さんがやるんです。だからかここにこれが固まってあるんですよね。これもまあ切ったりするところもありますけども、僕はついてるやつ、でこいつは欅です。すごいですね、このなんかちょっとした穴のところにアクセサリーとかね、いっぱいあるとかね、なんなら5人ぐらいの編成でずっと回ってたんですけども、うんうん、まあ、いいところも悪いところもあって、うん、やっぱり頼ってしまう部分だったり、流れにこう身を任せてしまう部分だったりもあって、うん、こう30過ぎた時にあれ、このままこの活動をね続けていって、なんとなく続けてしまって10年後本当に太鼓にこう関われてるかなっていうのを考え始めて、それで同時にちょっとずつソロの活動みたいなのをし始めたんですね。でその時のバンド活動みたいなのっていうのは、うん、結構太鼓を知らない人でもみんなこう聞いてくださって応援してくださって、うんうん、だからファンの方皆さんが結構ね太鼓とか邦楽器やってない人が多かったんです。はい、でまた結構かっこいい感じのイケメンたち5人衆みたいな、まあ、ちょっと自分では三浦さんを筆頭にね、いやいや、あの自分ではちょっと言いづらいんですけど、なんかそれなりにいろいろ格好をつけてですね、いろいろジャラジャラしながらこうやってて、それがなんか要はあの面白いっていうか、うんうん、こんな人たちが、要は私服みたいな感じでこうやってたんで、うんうん、こんな人たちが太鼓を伝統楽器をやってるってところで取り上げてもらってたのも多くて、うん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 、だから少し僕の中ではこういろんな世の中に太鼓奏者がいて、そういう人たちを見ると全然自分だってまだまだだなっていう第一になると、うんうんうん、でそこから自分の技術を上げないとって、自分の下手くそ さをちゃんと認めないと多分生き残れないなと思って、こなんかね、僕の中で宮城県で活動してて、宮城県って太鼓団体いっぱいあるんですけど、 そうですね、うん、その方々が見に来てないんですよ、僕らのコンサートを。これがもう全部だなと思って、だったらこう太鼓やってる人が見に来たいような奏者にならないと生き残らないなって思ったのが17年、18年ぐらいで、そこから
たまたまいろんなことがあって独立になるんですけど、すごいですね、その若さで。まあよくそういうのに。若くないんです。いやいやいや、はい、でもすごい。いや、そこでちゃんと気づける人と、はい、なんかそのままでも一つ一つこなしていけば未来はつながっていくからいいやって言って、ただ続けてしまいそうにもなっちゃいますよね。そうですね。なんかやっぱりその自分の周りにちょうどね、そのぐらいの年からソロの対抗奏者がめちゃめちゃ増えたんですよ。あ、関東に行ったらみんな団体を作るよりも、うん、ソロでいて、うん、ユニット化して集まった方がお金がね、うん、やっぱかからないこともあったりとかして、ね、うん、集団っていう、こうイメージがありますけども、そこからねみんなソロになり始めるんですよ。確かにジャズミュージシャンとかも個々が個々の活動をしていて、はいはい、例えばトモテでライブやりましょうって言った時に日程あって、しかもこういう風なコンセプトでやりたいっていうのにピタッと会った人たちを集めるみたいな、やっぱソロがあっての話って感じはありますもんね。うんうん、そうですよね。いやでもすごい、そうやってなんかこう今の三浦さんがね、いや全然大変、もうだって40分あと5分ですよ。嘘、そんなに経ってますよ。そうなの、だから恐ろしいですよ、そのこの昼ジャズクラブの時間の早いったら、ね、なんかもう皆さんたくさん見てくださってますけれども、嬉しい、ね、ライブで13人ぐらい今見てて、見たり見なかったり、見なかったり見たりって感じで、なんかね、あ、そうそうそう、で、あ、そうだ、私すごい大事なことを、一応この、応援してくださっている、ところがあって、スポンサーになってくださっている方々を紹介します。皆さんご存知ですかね、石井健翔さんっていう方がね、スポンサーになってくださってまして、メディアテイクを作った方です。あ、そうなんです。あと中山観音も作ったって言ってました。最も重要な建物と最も重要じゃない建物を作ってしまったっていう話が、ね、本当かっていうね、そんなことはないんです。どっちがどっちかっていうのは言わないですからね、はい、そしてもう一つ、高畑ジャズクラブですね。高畑のね、ジャズ好きのおじさんたちがみんな集まって応援してくれてるんですけど、なんといよいよですね、シャインマスカットが届きました。高畑といえばって感じで、この方々の応援があって、ヒルジャズクラブが行われていますが、今日ね、実は昨日すごい綺麗な十五夜見ました。はい、そうでした ね、はい、ちょっと最初雲かかっててね、どうなるかなと思いましたけど、うちのなんか、まあ私小牛田三里町に住んでるんですけど、うちの母親がやっぱり欠かさずそうやってこうお供え物とかをしていて、そうですよ ね、こうやってこの季節をめでるというか、そういう習慣って日本独自の、ね、感覚なのかなって言って、そう思ったらこの曲演奏してみたらどうだろうかって言って、今日の朝思い立って、はい、じゃーんって楽譜を作ってきて、しかもソニドさんが、はい、山本、里美さんとマリンさんがですね、なぜか近所に住んでるから遊びに来ていいかって言ってランチがてら行くって言ってくれて、感動のとこです、感動で、そうなんですね、そう来てくださるってことになって、三浦さんに会いたかったんだと思いますよ。何言ってるんですか、ゆきさんですよ。いやいや、もうもちろん私も何度かお会いして、はい、いやもうとにかくファンになっちゃったのよね、ソニーさんは。あ、そうですよね、それは分かります、すごく、うん、だからもしできたら一緒に何かやりませんかって言って、楽譜だけ今日の朝写メして送っただけというですね、何にも決まってない状況でセッションをしたいと思います。ミュージシャンってこうなんだみたいな、冗談的で本当にそうなんです。そうそうそう、いや本当にね。で、普通の4拍子で、いやーどうしましょうね、なんかそれなんとなくを持つとほらルバートで自慢できない。あ、最初そうだね、ね、していただける。じゃあそうですね、なんかいいですね、いろいろ増えて、入ってるか増えて、
背中向きだしね。いや面白かったです。もうあの最高でした。2人とも。あの次インスタライブお二人にあのお招きして一緒に、ね、できてもいいかなと思って行って後で挑戦させていただきたいと思いますけれども、はい、ということで、はい、ねなんかこうやってこうつながっていて、はい、いや素晴らしい、ありがとうございます。いやー面白い、日本の方はこうこんな風になっていく。でもともとケイナは南米の楽器ですもんね。そうですね、そうですね、日本の楽器ではないです。そうね、マリンちゃんの歌がまたすごい、民謡とかやられてたとかですか。私はそれは独学で、はい、歌は何か和洋折衷、なんかその拳の感じが、私めっちゃ今日車運転しながらマリンちゃんの拳を練習したんだけど できずだって、あのぜひ検索してみていただいて、はい、ソニードビル、デルビエントさんですよね。ソニードケーナとか仙台ソニードとかで出てきますので、もうねぜひあの見ていただけたら嬉しい。あのコラボとか景色のコラボとかされてるから、ね、あそうそうですね、うん、ね、YouTube もやってるので、松島のエチュインさんの、ね、イベントとかでも演奏されてたりも素晴らしい、はい、なぜトムテにこういう人たちが集まってきたので不思議な場所ですね。そして何よりも、ぜひトムテに、美味しいコーヒー、今日の、ね、ホットコーヒーなんて東ティモールの、ね、ストレートのコーヒーを、ねなんかね、ドリップで入れてくださったりするんですね。超贅沢なんですね。拍手ありがとうございます。すごいです、素敵でした、楽しかったです、とても楽しかったですかって、ね、今までにないすごいこう反応がありましたね。で45分までのイベントなんですけどね、もう出てますね、本当だ。私今日自分のスタジオの、はい、今防音やってるんですけども、これから漆喰塗りに行かなくちゃいけないので、帰ります。忙しいですねちょっとだけ、宣伝させてください。いろいろ、イベント告知がありましてですね、逆向きですいません、私のその三郷町で、はい、ドタバタライトマルシェっていうのを企画しておりましてですね、野外で演奏、あとはワークショップとか、作家さんたちに参加してもらって、で来てくださったお客さんもなんかカトラリーとか自分で作っちゃうみたいな、いいです ね、そういう野外なので、なんかこういうイベントもドタバタ村ですね。そうドタバタ村でね、やる予定になってます。あとはこれマルットジャズって私が企画している10月10日と、これすごいですよ ね、そうそう、あのそれこそ11月21日仙台中のミュージシャンがあのゴーランド音楽祭を撮影した三方真也さんに撮影してもらって、三方くんは演奏もするというですね、えらいことになってしまいそうなすごいです、ね、そんな、企画を、やっておりますが、三浦さんはこのキンキンのこの、はい、何か、僕は10月の10日に泉のアウトレットさんの方で、また、はい、音楽、楽とちょっと名前すみません、どうぞですけどもジャズのコラボしてるやつで、また10月の10日に今度しのぶえの方と出させていただきますんで、なんかもうどんどんいろんなアーティストと、一人三浦幸喜というその和太鼓奏者がコラボするっていう形がこれからのスタンダードになってきそうな、そうです ね、なんかいろんな方にこう触れることで、多分いろんな僕も見え方がするはずなので、うそういう経験をさせてもらって、そうですね、色濃い奏者になれればなというふうに思ってます。いや、はい、本当そうですね、はい、いやいや素晴らしいです。なんか 人となりというかね、パーソナルな部分をいっぱい引き出せて嬉しかったんですけど、全然足りないですね全然もう時間オーバーするんで足りないので、またなんか2回3回と、はい、企画させていただきたいな。そうですね、多分同じところから話し始めたと思うね、大崎とかね、言い出せるところでみたいなねなりそうですけど、はい、まあそれもお付き合いくださいということで、はいはい、ということで今日の昼ジャズクラブは、ゲスト三浦幸喜さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。